2022年7月9日、7月12日にウクライナ軍参謀本部が映像を公開し、砲兵部隊及び空中機動軍技術部門による共同作戦の成果として、ロシア軍の戦車9両を破壊したと主張したとして、AP 通信が報じているよ。だが、映像が撮影された日時と場所については明らかにされておらず、AP 通信側も裏付けが取れていないとしているな。今は嘘か本当かわからないいろんな情報が行き交っているから、見極めは慎重にした方が良さそうだね。その通りだね。さて今回は、ウクライナ軍がロシア軍の戦車を破壊したとする映像を、公開したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。映像は、ロシア軍と思われる戦車が爆発して炎上する場面や、広い範囲に数発の大きな爆発が起こるなど、いずれも上空からドローンなどで、撮影されたと思われる数カットであるけど、日時や場所を特定できるものは映っておらず、そのためインターネット上での AP 通信の記事に対するコメントで、映像の信憑性などについて議論が起こっているみたい。記事中のウクライナ軍の空中機動軍とはウクライナ陸軍の空挺部隊で、ソビエト連邦が崩壊した後、当時ウクライナに駐留していたソ連軍の空挺部隊が機関となり、1992年1月にウクライナ西北部のジトーミル州の、州都ジトーミル市に司令部を設置して創設されたものなんだ。主な任務は敵地への空挺降下やヘリボーン作戦のほか、敵地後方に侵入しての指揮系統の破壊、対ロ遮断などの後方撹乱作戦や、国内に侵入した敵空挺部隊などの排除、国内重要施設警護などで、国連による平和維持活動などにも派遣され、2020年時点でその兵力は3万人とされているらしいな。また、砲兵部隊とはおそらくはウクライナ陸軍司令部直属の砲兵部隊、あるいはロケット砲兵部隊であろうと推定され、西側諸国から供与された各国の 155mm 榴弾砲のほか、多連装ロケットシステム MLRS や最新鋭の高機動ロケット砲システム、HIMARS ハイモビリティアーテラリーロケットシステムハイマースを運用しているみたいだよ。今回発表された映像が真実、ロシア軍戦車に対する攻撃を直近に撮影されてものであるとして、着弾しているのが 155mm 榴弾砲弾なのか、ロケット弾なのか、あるいは攻撃用ドローンによるものなのかは判然としないが、今の時点で発表されたタイミングを考えれば、ハイマースによるものであろうとする見方がネット上では多く見られているぜ。ハイマースについて教えて。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースは、長射程の阻止砲撃用としてアメリカ陸軍が開発した送輪式自走多連装ロケット砲で、MLRS よりも小型で軽量な多連装ロケットシステムとして、アメリカ軍の海外緊急展開部隊である海兵隊や、陸軍では空挺師団や警歩兵師団などに配備されているよ。MLRS は最大で12発の M26 などの長射程ロケットをほぼ同時に発射して、一両でも長射程榴弾砲より広範囲な面積を制圧できる強力な支援火器なんだけど、車両重量が約25トンあるためにアメリカ軍が輸送する際には、C5 ギャラクシーや C17 グローブマスター3などの大型輸送機が必要となり、海外などに迅速に展開しなければならない緊急展開部隊での運用が制限されていたんだって。そこで、緊急展開部隊が運用可能な面制圧用支援兵器として、ハイマースを開発することとなり、FMTV ファミリーオブミディアムタクティカルビークルズ中型戦術車両ファミリー、と呼ばれる6輪駆動タイプの5トントラックの車体を元に運転席を走行キャブとし、射撃管制装置 FCS を搭載した上で、MLRS の発射装置最大6発などを搭載して、その射重は MLRS の半分ほどの 13.7 トンにまで絞られたみたいだな。そのため短距離離着陸性能が高く、滑走路のない砂漠での離着陸や、車輪にソリをつけて南極への物資輸送などにも用いることができる、C130 ハーキュリーズ、C130J スーパーハーキュリーズなどで、輸送可能となっただけでなく、自走での長距離移動も可能になったほか、生産整備維持費も MLRS よりも定額になったらしいぜ。ハイマースはランチャーに装填されるロケット弾によって射程が異なり、MLRS で運用可能な各種ロケット弾とミサイルを含む、MFOM-MLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーテラリーミサイルズ、と呼ばれる兵器群をすべて発射することができるんだよ。MFOM には、面の制圧に個弾を散布し様々なタイプがある M26 ロケット弾などのほか、射程 45km 以上で GPS 誘導や管制誘導が可能な M30 と M31 があり、この誘導ロケット弾には戦車の装甲を貫く HE 弾が存在しており、今回の戦車攻撃にハイマースか MLRS が使用されたのであれば、この M30 か M31 が発射された可能性が高いと見られているね。なお、ハイマースと MLRS ではさらに長射程最大で 300km の、
MGM-140ATACMS アーミータクティカルミサイルシステムエータクムスの発射が可能であるが、アメリカはロシア国内に届くためにロシアを不要に刺激することになる、としてウクライナには供与されていないみたい。また、ハイマースや MLRS の他にも精密誘導兵器が西側諸国から、ウクライナに供与されていることから、それらによる砲撃が行われた可能性を指摘する声もあるんだって。NATO 北大西洋条約機構規格の 155mm 榴弾として、アメリカのレイセオン社とスウェーデンの BAE システムズボフォース社が、共同で開発した M982X カリバーは GPS 誘導と管制誘導による精密砲撃が可能な砲弾で、派生タイプによって 40km から 57km の射程を持ち、その半数必中回 CEP はおよそ 5m から 20m とされ、2007年にイラクで実戦投入された際に発射された砲弾の 94% が、標的の周囲4メートル以内に着弾したことが報告されているよ。このエクスカリバーは NATO 規格であるため NATO 各国の 155mm 榴弾砲での運用が可能とされ、ウクライナにこれまでに供与されている牽引式自走榴弾砲では、アメリカが90門、オーストラリアが6門、カナダが4門供与した M777 と、イタリアから供与されたと見られている FH70 と、自走式 155mm 榴弾砲では、フランスが12門供与した装輪式自走榴弾砲カエサルや、ドイツが7両、オランダが5両を供与した PZH2000 からの発射が可能らしい。7月に入ってから、ウクライナ東部や南部にこれら 155mm 榴弾砲の配備が始まっているとされ、ウクライナ軍やゼレンスキー大統領から、前線から後方にある、ロシア軍の弾薬庫や司令部施設などを破壊し、多大な損害を与えているとして、称賛するコメントが出されているみたいだな。世界各国からあらゆる兵器が投入されているからね。ウクライナからすればとても心強いと思うよ。これまで西側諸国からウクライナ軍に供与されることが明らかにされている。精密誘導弾が発射可能な 155mm 榴弾砲は合わせて250門以上。また、精密誘導可能なロケット弾を発射可能なハイマートと、MLRS は50両以上なんだけど、7月上旬時点で実際に供与されているのは、そのうちの 20% 程度と見られているよ。これら供与予定の 155mm 榴弾砲とハイマース、MLRS が全て配備されるには、この先1ヶ月ほど時間が必要と見られているんだけど、次第にロシア軍後方の兵站への砲撃が激しくなるため、前線部隊への弾薬補給が滞ることが予想され、現在ウクライナが反攻の姿勢を見せている南部ヘルソン州はもちろん、ロシア軍の猛攻に押され気味である東部ドンバス地方のドネツク州においても、反攻に転ずる可能性が囁かれ出したんだって。しかしながら、7月11日にアメリカのホワイトハウスにおいて、ジェイク・サリバン大統領補佐官国家安全保障問題担当が、ロシアに対してイランが攻撃可能なものも含めた数百機の無人機ドローンを、供与する計画していると明らかにするなど、ロシアを支援する国も動きを見せ始めており、13日には北朝鮮が、ウクライナ東部において新ロシア派武装勢力が独立を宣言した、ルガンスク共和国とドネツク人民共和国を承認したとして発表し、ウクライナが北朝鮮との断交を宣言するなど、ロシアによるウクライナ侵略をめぐり、かつての東西冷戦のように世界が二分される兆候が、表面化しつつあると指摘し懸念する声が上がっているぜ。また、ウクライナが反攻に転じロシア軍が撤退するような事態に進展し、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還して東部ドンバス地方の、新ロシア武装勢力を掃討するようなことになった場合、プーチン大統領が核兵器の使用を決断する可能性を、否定できないとする懸念も膨らみ始めているみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は肉屋でコロッケを販売している理由について解説するよ。肉屋でお肉を販売しているのは当たり前だけど、肉屋でコロッケを販売するのも今では当たり前の風景となっているよね。その始まりは大正から昭和初期に遡り、安価な惣菜としてのコロッケは、1917年の東京兆楽軒のメニューに端を発するんだ。そして、その洋食店兆楽軒のコックだった安倍清六が、関東大震災後の1927年に立ち上げた精肉店、銚子屋での商品化により、肉屋の惣菜としてのコロッケが誕生したとされているんだ。当時、洋食店で販売されるクリームコロッケは高級品であり、庶民には手の届かないご馳走だったんだ。そんな中で洋食店のコックだった安倍は安くて美味しいジャガイモのコロッケの開発を行ったんだ。しかし、1923年に発生した関東大震災で安倍が働いていた店も倒壊してしまったんだよ。その後、安倍は比較的復興が早かった肉屋で働き始め、後に銚子屋という小さな肉屋として独立したんだ。
そして、その肉屋でコロッケの販売を始めたんだ。そんな肉屋のコロッケは安くて美味しいと評判になり、多くの客が訪れたんだ。さらに、その安くて美味しいコロッケの作り方を、同僚の他の肉屋に惜しみなく無料で教えたこともあり、肉屋のコロッケは全国に広まっていったんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。